あ、さ、もうティファ覚えたからバトルメンバー変えてケットシーにしようか。さあこの先は星に受け入れられる、我らの定め。まあ、ここは義足のその深掘りされるから、まあいろいろ義足について聞けるんやろうけれども、このなんでマテリアを求めて、この癒しのマテリアっていうのが何なのかが気になるけど、まあそれも進んでいけば判明していくんかな。こっちアイテムとかあったりする？せへんな、一方通行で大丈夫かなこれは。でここ広いのはモンスター出るな、モンスター。セトラは我らを見捨てた、セトラは我らを見捨てた、セトラは我らを見捨てた。で、あ、モーグリ爆発って、そうか、モーグリコールしている状態で使わなかったのか。んで、どこ、ここら辺で使う？モーグリ爆発、これ強いかな。ドカンと行くね、こんなもんよ。やったよいしょ、あ、バカでした。あ、すげえ、強くね、強くね、モーグリバカで強くね、もうアビリで覚えたし。で、フォーチュンアタックがケトシーは強い。え、モーグリアタック強くね。この先、ボスとかおるんかな。究極の癒し、癒し、癒し、うるさいな、貴族は。究極のマテリア、どこ、どこにあんの、どこにあんの。分かったか、究極の癒しは。分かった、分かった、もうそれは分かったから。こいつらはなんか癒しを求めすぎてるな、もう星に無視されてるからって。これ何、究極の癒し、無、すなわち無に変える。黒マテリアとかそこら辺のマテリアもしかして来る、なんか白マテリアとか、なんかそこら辺の、なんかそこら辺のマテリア来るかな。そんな感じがする。多分これ物語のコアとなるマテリアが出てくるんじゃないかと思うねんけど、どうなんでしょう。僕の予想、見解は、読みは当たってるのか。ここは出て、誰かおる、なんか胸のあたりがザラッとするぜ。どういう表現それ。あんまりいい感じじゃねえな、ここ、まあ、好んできたかな。貴族にとって癒しは無になること、この星から消えるんが願い、せやなかったら星ごと消す。そういうことか。あー、ちょ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 、かわいい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 、うん、やっぱ黒マテリア求めてんじゃん、貴族は。私みたいにしっかりした人が感じした方が良くない。しっかりしてないよ、ユフは。ごめんな、ユフはしっかりしてない。思いますけど、もう遅いようだな。うん、ここまで来てしまったらな。かわいい、これめっちゃかわいい。めっちゃかわいいねんけど、ユフィがもう、ユフィケットしてレッドっていうこの3人のかわいいが熱、ああもう。お前何頼むわけない。おお、黒マテリアやん。ほら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 、これ黒マテリア来るやろ。僕の読み当たってるやん。これは分かったから、それは。黒いマテリアかよ。黒く染め抜いた。黒マテリア。僕の予想は当たってた。褒めて、スクエリの社長。なあ。当たったか。の願いは無くなるマテリア。セフィロスが黒マテリアを求めてたって話だったけれども、義足も求めてるっていう。このマテリアを
避けては通れないらしい。あの話も増えたってことか。あいつの言いなりにはならない。どこまで騙せるかわからないが、話を合わせよう。急になんか賢い感じになったな。これは出てくるっぽいか。魔ってことは魔法やんな。普通に下がっていく。一回ゆっくり引き上げとくか。空は割れ、大地は裂け、海は消え、敵は乱れ。一回見破ってどういう戦い方が正解かは今更やけど調べよう。しかし星見、やっぱ炎弱点やんな。だからさっき間を倒さなあかんのか。敵は今の道であります。俺の見せ場だ。あれでも魔が2人おるからこれどん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 回復されるんじゃん。これマグ2人からこれ一気に回倒さなあかんのじゃん。そんじゃクソめんどくさいねんけど、さすがに2体出したらあかんやろこれ。そして攻撃が こいつらマジ遅延攻撃がエグいわ。やっぱり義足遅延攻撃しかしてこへん。ここまでやった。マジで遅延行為しかない。遅延行為しかしてこうへんねんけど。火に大暴れだって。あ、そういうことか。わかった。フェニックスの王使えばいいんや。フェニックスの王まずいけんな。レジストやな。無理でした。はい、無理でした。やりません。当たる。全部避けられるから意味がないね。意味がないね。避けられるから復活をさせる間が2人もいっちゃダメよ。それは遅延行為でも程があるよ。えぐい。これは困った。これは困った。普通にいや、これ難易度どうせハードって2周目がやるってことになると思うけど、ここ一番苦労する自信がある自分。星の意識、いわゆるライフストリームの中に消え去ることは許されません。それが何だと。星が見張るこの土地に縛り付けられ、生きることも消えることも許されず。これガナタタク無意な時を過ごす苦行。この苦行から解放されることが我々の悲願になりました。宝珠の祭壇。我々は星が育んだ無くなるマテリアを手に入れ、一族の願いを注ぎ込んだのです。マテリア自分で作ったってことそんじゃ言うたらそういうことやんな。長い時の果て、スクショスクショスクショシーンがいっぱいある。あーかわいい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 。えじゃがまゆみこれかわいい。ゆみ一人だけやねん長い顔なんか。はい、それが黒マテリアってわけですか。ついにその時が来たと喜んだのもつかの間のこと。使われへんかったのか。かわいいかわいいよ。憎きセトラがこの地に入り込み、あ、そういうこと。我々の宝を奪い取ってしまったのです。我々はその漆黒の宝珠を黒マテリアと呼んでいます。ここでもう黒マテリアが来るのか。どうか黒マテリアを我らの元に返していただきたい。それこそがあなた方に託したい我らの。でこいつからその黒マテリアの情報を聞き出すためにどこまで騙せるかってことやな。クラウドたちは
セトラの末裔が協力してくれるのであれば、長きわだかまりも消えてなくなるでしょう。手がかりは？クロマテリアはセトラの神殿に隠されたと聞いています。ヒント浅かったけれども、こういうヒント深掘りかされるようになるのか。神殿知らねえか。僕分かると思います。虚ろなる者よ、信じてよいのですか。 Hey you、 かわいい。皆さんの未来占うで。出た出た占い。明るい未来、愉快な未来。こいつが言うなら大丈夫だ、信じて。でもこれはどうやっていくんやろう。どうやら見つかってしまったよ。どうやってその神殿に。勇敢なる者たちよ、どうか黒マテリアをこの地に。あ、ここに帰ってくんねや。普通に翌朝になってんねや。あれ帰ってきた。うん、あれ道なくなってる。まず地上に出よう。了解。どうした？見ててよ、父さん。あれ自力で帰らなあかんな、これ地上。絶対そうやんな。嘘やろ。無事にお戻りになられました、ね。ああ、女子おるわ。近道とか教えてくれるのかな。ルーゲンハーゲン様の元へ案内いたします。はい。どうぞこちらへ。完全に近道やなこれ。ありがとう、よかった。近道があってよかった。うまく騙せたよね。あの義賊の亡霊、私たちがマテリア持ってくると思ってるよ、うん、大いなる癒しとかなんとか言ってたから、要するにとんでもねえ威力の恐ろしいマテリアってことだ。そういうことだな。奴らに渡すわけにはいかねえ。あいつより先に見つけないと。あいつってセフィロスだ。そうやな。気配を感じなかったのか。クラウドしかセフィロス感じてへん。セフィロスに関しては、お前がそう言うならいたんだろうよ。じゃあセフィロスも黒マテリアを狙ってるってこと。ああ、そう考えた方がいい。大変、こうしちゃいらんないよ。黒マテリアは私が手に入れるんだ。私がって言うてるもんな。ねえケット氏、セトラの神殿のことどうして知ってるの。あ、いや、知ってるっちゅうか、心当たりがあるっちゅうか。ああ昔会社の資料で見たことあるんです。シンナの端末、シンナの端末があったら調べられると思います。端末はコスモキャニオンにもあるのか。これでニブルヘイムに行くんか。ブーゲハに聞いてみましょう。ちゃうな、さすがに。それでニブルヘイムの信頼屋敷に行くみたいなノリかなと思ったけど、さすがにいかんか。これどこに繋がってたん。でこのエレベーターがな、最初からそれ乗ればよかったんちゃうんっていうのはなし。ほうほうほう、無事に戻ったようだの。一安心一安心。もう心配いらないよ、おじちゃん。かわいいな。おいらは戦士瀬戸の息子だからね。ブーゲンハ、この谷にもシンナのネットワークにつながる端末を置かせてもろてるはずなんやけど。あ、置いてんねんや。置かせてもらってんねん。どこにあります。ほうほう、あの端末のことかの。どの端末。確かにあった。珍しいパーツが使われとったから興味深くての。ほうほう、分解してあ、 あの通り。この谷の発電機として活躍してくれたお前。お疲れ。ね、じゃあセトラの神殿は知ってる。神殿とな。セトラはポケット落ち込んでる。しない。
神殿など作りはしなかったはずじゃよ。そうなんだ。ケントシ、神殿と呼んだのはおそらく外の人間、うん、はい、セトラの建造物がどこかに隠されているという伝説は多くの書物に残されておる。さすがはじっちゃん。ほうほうほう、場所は明らかになっとらんがの、セトラは過酷な運命をたどった種族、見つけたところで容易に足を踏み入れられる場所ではなかろう。どうやって行くんやろな、どうやって行くんやろ。まあ行くのは知ってるけど、十分に用心せ。このリバース内ではどうやって行くんやろな。見て聞いて触れて、書物では得られぬものがそこにあるはずじゃ。なるほどな。無事に帰ったらわしにも話を聞かせておくれ。ブーゲンハーゲン様。なんじゃ騒がしいの。またあの黒いマントが現れまして。ああ黒いマント久しぶりやな。おや、知り合いかな。どこにいるんだ。え、あの谷の入り口です。行ってみようクラウド。行くか。なんだかんだちょっと出番なかったもんな、ここ最近。